広島でレッスンを続ける中学3年生の女の子が今回もロコフェスのステージを盛り上げてくれます。それではりんりんちゃんお願いします。不思議だね今の気持ち、空から降ってきたみたい。特別な季節の色がときめきを見せるよ。初めて時から旅館に騒ぐ心のメロディー、止められない止まらない、なぜ届けて切なさには、名前を付けようかスローハレーション、思いが重なるまで知らないよ。はい、それでは次の曲いきましょう。ミュージックスタート。メリークリスマス。素敵な人出会いますように。今週中にはバイトを決め、決めたい、まあ、そういうごっちゃでドタバタするわ。パンスと履かなきゃ案外冷える。合コンするにも経費がかさる。本当にいるの？
そしてももたんとさあちゃんに協力してもらいました。ありがとうございます。はい、それでは皆さんこんにちは。こんにちは。はい、こう見えても中学3年生リンリンです。よろしくお願いします。はい、もうすぐでクリスマスですね。そうですね。もう寒いですね。そうですね。ありがとうございます。はい、今日はリンリンなんですけど、今日はクリスマスツリーリンリンできました。イエーイ。まあ、これさっき思いついたんだけどね。はい、そうなんです。いやね、冬になったらねすぐ暗くなっちゃうけど、この時間帯に出たからねサイリウム光らないか。そうですね。ありがとうございます。じゃあ次の曲いこうかな。歌っちゃダメなの？バイバイ。Thank you.
ありがとうございます。ちょっとお茶飲みます。トッシーって言った人はあとどうなっても知りませんよ。じゃあリンリンも一緒に逃げよう。言った人はカメラ向けてもポーズ取らないからね。はい、盛り上がってくれて皆さんありがとうございます。ちゃんと聞こえたんですよ。はい、何がリンリンって聞こえたのがです。いや、次の曲リンリンってもらえないとちょっと困るんだよな。ですね、受験生なんですけど、受験生なのに昨日もイベント出て、今日もイベント出て、今イベント出てるという。怒るってことは見たくなかったの？否定されないんだけど、どうしよう。まあ来月休もうかな。はい、まあ、リンリンがツリーにしたのはなぜサンタじゃないのって思うんですけど、リンリンはプレゼントが欲しいからツリーなんです。だって袋ぶら下げてたら入れてくれるでしょ。ねえ、リンリンはプレゼント渡す方じゃなくてもらいたい方なんです。ねえ、もらいたいよね。何もらいたいの？お人形さん、ポムポムプリンのぬいぐるみらしいね。はい、おお、はい、いや、可愛らしいプレゼント。みんな欲しいって言ってるよ。はい、では次で最後の曲になっちゃいます。ラストは恋の姫姫ぺったんこです。なんで新ってなるんじゃろう。1月からロコフェス出てずっと歌ってる曲なんだけどな。皆さん盛り上がってくれますよね。イエーイ、寒いから固まってるのかな。盛り上がってくれますよね。盛り上がってくれますよね。ありがとうございます。それでは最後の曲いきましょう。リンリンのいつもの定番曲ミュージックスタート。届いてない無理だって言われても今は違う。
ってもらえてよかったです。はい、ありがとうございます。